おはようございます。速稼塾のふうです。携帯電話の料金って結構高いですよね。で、私もね、結構ね、高かったんですよ。このソフトバンクで契約してるんですけども、もろもろプラスアルファのオプションとかつけて、私ね、何年もね、毎月3万円ぐらいで払ってたんですよ。安い時でも2万3千とか4千ですよね。毎月この金額って恐ろしくないですか。昔の固定電話ですらそんなかかってないわけですよ。で、現在はいろんなね、インフラが進化していって、コストは安くなってるはずなのに、通信代金だけが高かったんですよね。で、今年の夏、私はね、4860円できるプランがあるっていうので、そちらに参加しました。しかもこれはビジネスプランもあって、儲かるプランもできるってことなんですよ。今どうなってるかというと、毎月10万円前後いただいてます。先月は7万だったんですけどね。でも最初は16万だったんですね。そんな感じで、毎月3万払っていたのが、毎月7万とか10万もらえるようになっちゃったということで、本当に携帯電話様々でございますね。この分だと、もう1台携帯電話ね、持ってもいいかなと思っちゃったり、毎月のように新しいパソコンが買えちゃったりするぐらいのインパクトですよ。いや、儲かるなと思いましたね。で、この儲かるプランなんですけども、別に誰でも参加できますんで、興味がある方はね、参加していただければいいと思いますよね。まあ、特にね、私携帯電話でこんなに得するっていうのは今まで知らなかったのと、まあ、知っていた部分もあるんですけども、本当にそうなるのかなっていうふうに疑ってた部分がありますよね。で、今年に入って菅総理大臣が新しくなって、携帯電話の料金下げますよって言っても、各社の抵抗にあって、今のところね、下がる見込みはありません。でも、やっぱり私ね、この紹介していただいたプランでもう先行して自分だけ安くなってる上に儲かっちゃってるんで、本当に良かったなと思います。これからね、携帯電話も利権の時代かなと思いますので、ね、この携帯電話バンバン使ってね、儲けようと思います。で、本当にすごいですよね。これで、このプランやめる人いんのかなと思っちゃいますよ。儲かるんで、で、少なくとも安くなるわけですから、問題ないですよね。ということで、今日はワクワクのお話でございました。で、もしね、この携帯電話の利権に関わっていてうまくいってないとすれば、原因はこれとあれなんですよ。これはね、しっかりと塾内で解決していきましょう。問題を解決したい方からのメッセージもお持ちしております。それでは、よろしくお願いします。